はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。ここは渋川ですね。畑中だって。あ、畑中だって。今ローマ字で畑中って書いてあった。今からね、行こうとしているのは、まあ、渋川市の市民文化、まあ、会館。なんか創作こけしっていうのを、まあ、展示をされてるみたいなんですよ。まあ、創作こけしっていうと、まあ、うさぶろこけしかなと思っちゃうんだけど、まあ、全国からいろんなね、それじゃ創作こけしが集まるんだそうです。どうでしょう。市役所入り口だって。まあそこを左に入っていくと市役所なんでしょうね。バーミヤン60歳からのご優待 5% 割引プラチナパスポートもうそんな年なんだバーミヤン60歳。ここですね、市役所通り。今日も郵便配達の人はあれかな。あ、そっか、高崎市民に配られたから。ここは渋川だからあれか。この建物もね、市役所のね、別館なんですよ。今正面に見えてる四角い建物ありますよね。あれが市民文化会館じゃないかな。そうだよね、ここですよね。
から回り込むんだね。え？向こうで大丈夫ですよね。え？駐車禁止？ここにありますよね。歩かなくて済むようにここに置いときますかね。よいしょ。なんか人気がないような気がしますけど、やってるんですかね。はい、今日は毎週月曜日祝日の翌日、まあ祝日の翌日っていうことで、まあ23日の勤労感謝の日、まあ、翌日24日だけかなと思うけど、25日も今日です。連休間です。ニューイヤーコンサートだって。まあかぐや姫宮見こうせつさん、コンサートツアー、いつも歌があった。27日。すごっ、こんな早くから売り出すんだね。はい、渋川市民会館。市役所庁舎、で、まあ何か神津家の国イベントの情報を仕入れますね。市役所の、ね、第二庁舎です。展示用カラーマンホール2。伊香保温泉ですね。素晴らしい。白い島。おI'm going to go to the hospital.
建築家といって、今、